はい、どうもこんにちは。ワンオクタカね、もうそろそろみんな怒るよと、ロックインジャパンの画像貼り付くコメントだそうです。ロックバンドワンオクロックのタカが7日自身のインスタグラムのストーリーを更新。日本最大級の野外イベントロックインジャパンフェスティバル2021のキャプチャー画像を貼り付けながら、これは僕の一意見、しょうがないとか残念とかって許してくれる日本の音楽好きミュージシャンも本当に優しい。ただな、もうそろそろみんな怒るよと記しただそうです。ロックインジャパンフェスの公式サイトは同日8月7日から9日14、15の計5日間茨城国営ひたちなか海浜公園で、開催されることが発表されていた同フェス中止を発表。まあ毎回ここでやるんですよね。で、前回も中止ですかね。安全なフェス実現に向けて、1年以上を長い時間をかけて開催スキームを検討してきました。それで、そして会場である国営ひたちなか海浜公園、地元自治体の茨城県やひたちなか市とその協議の末に開催を承認していただき準備を進めてきましたとしながらも、2日には茨城県医師会及び県下26の医師会から中止要請が事務局にあったと。まあ医師会なんですね、結局ね。フェスを開催するためには開催地とのご理解とご協力が何より大切、まして、コロナ禍においてはなおさらです。コロナ対策と熱中症対策の両立を目指し、会場内での救護体制を強化してまいりましたが、地元病院、医療関係者のご理解、ご協力は欠かすことはできません。医師会からの中止要請を重く受け止め、事務局内で協議を重ねた結果、ロックインジャパンフェスティバルは開催を断念するしかないと中止決定の経緯を報告した。まあ、これに対してタカさんが怒っているってことですよね。まあ、いろんなことがね、いろんな人たちが続々と言ってるんですよね、これ。出演者を例年の半分以下にし、ステージ数を減らすなど解散を目指してきたが、医師会が2日に主催者を訪問したのか。感染拡大状況に応じ、中止または延期を検討するなど要請したという。事務局は要請を重く受け止め、協議を重ねた結果、開催を断念するしかないと決断したと。で、それに対して、まあ、ワンオクのタカはね、怒るよと。そろそろみんな怒っちゃうよと。あと、キングヌーの井口さん。あ、これボーカルか。誰かが不幸になるんじゃなく、みんなで幸せになる方はないのかな、とツイート。で、茨城県医師会の事務担当者、イベントの開催可否については決定する権限はないし、中止延期を要請したものではない。開催する場合には感染予防対策を徹底してほしいとお願いをした、説明した。が、同会には問い合わせや抗議などが殺到しているという。まあまあ、抗議とかね、まあいっぱい来るでしょうね、怒ってね。どうなんですかね、わかんないですよね、こればっかりはね。なんか、こういうのは中止なんだけど、オリンピックをやるとかね、なるじゃないですか。で、まあ、ロックインジャパンがここで中止になるってことはね、他のフェスもね、どうなるのかわかんないですね。フジロックは一応やる予定ではいますけど、もしかしたら直前で中止になる可能性もありますよね。多分7月の末ぐらいから始まるんじゃないですか、フジロックっていうのは。コミケなんかもね、しばらくやれてないです。まあ、コミケはしょうがないか、オリンピックがあるからっていうのがあるんでしょうがないですけど、大変ですよね。まあ、フェス側も本当にかなり潰れそうになるんじゃないですかね。これ、こんな2年も連続でね、収益がないってなると。あと、まあ、大変なのはミュージシャンの人たちもですよね。タカさんなんかもそうだろうし。どうなんだろう、今後どうなんすかねって思いますよね。まあ、矛盾してます。だから、オリンピックはやるけど、こういうのはやんないっていうのがね、ちょっとね、矛盾してるかなと。ただ、どうなんだろうな、オリンピックは無観客にするんであれば、まあしょうがないと思いますけど、わかんないですよね。わかんない、本当に。なんかいろいろそういう話をすればきりないと思いますよね。ワクチンとかもね、職場接種を急いでるけど、まあ、全国にまんべんなくやるっていうのもいいんですけど、じゃあ感染が一番強いね、東京と大阪をまず打とうとかね。あとすごい感染が広がってる僕、渋谷とかにね、
巨大接種場所みたいになって若者来てる若者に片っ端から打っちゃえばいいんじゃないのとかね思ったりするんですけどね、うん、だって田舎とかで一人も出てないような県っていっぱいあるわけじゃないですか。一人も出てないところに予防で打っててもあんまり意味ないと思うんですよね。誰もなってもないところで打ったってね、もともとが感染者がいないんだから感染しないだろうけど、東京大阪とか本当に大都市圏ですよ、なるのって。あとまあこういうフェスなんかで人が集まるところですよね。だからそういうところ集中してね、ワクチンをがっつり打つとかねすればいいんじゃないのかなと思ったりしますけどね。ダメなのかな、それで。まあまあダメなのかなって言って、まあそんなのね、いろんな考え方があるからなんでしょうけど、ただこのタカさんが言ってるように音楽好きな人とかもね、そろそろ暴動を起こすんじゃないのかなって、海外みたいにって思いますよね。そこら辺はちょっとうまくやってほしいなと思いますけどね。まあ残念ですよ。まあ僕は行く予定は全くないですけど、僕もね、まあフェスに、こんな時期にフェスに行ったらね、もう自殺行為だなと思う方ですけど、ただやってる側、中心になる側、楽しみにしてた側の気持ちももちろん重々わかるので、残念だろうなって思いますよね。まあ本当にみんながみんなうまくいくような社会に早く戻ってほしいなと願うばかりですよ。まあそんな感じです。ではでは。